3人2年生はいちょっと5年生の顔してますが2年生なんで遠藤康生が中2の時にその小学校3年生を3人相手にこの5メートルの四方でボール取られないようなキープするそれ40秒やったでも今までここに来た人この間の聖火の練習もだいたい5秒6秒キープなぜかというとみんなボール動かしてもガーッてすぐポッと止まってどこ空いてるかって判断できなくてただ前さばきに行く気になるだから足の速い人はこうやってこうやって抜いていくからほらすぐ出てしまうスペースあっときはいいけど分かる言うのはい誰が先生一人、はいはいチャレンジ、はい、まずこいつ、はい、まずこいつ、はい、行くぞ、何やんの？よ、待て待て待て、何秒だか数えてください、キープ、ここから出してダメ、ここから出してダメ、ここからボール外に出たら終わりだね、その時点で、これはおばたしで U8013 の遊びの、プロフェッショナルの遊び。これがはい何秒持つの？だいたい5秒以上持つと思う人手挙げて5秒持つでしょ持たないと思う人持つよ10秒以上10秒でいくでしょそれは15秒以上はい20秒はい5秒以下5秒以下あれ数えててね行こう行こう入れるのとさっきボールを動かしたのが、取ってみろ。たまたま1の3年生がこの子ら小学校1年生3人に相手してどのぐらい持ったの3年生2分以上で時間かんでもういいわってやめさせたんだけど、まあ、キープっていうのがああいうキープが さっきのいいわものすごいいいよねだからああいうふうに遊べるそのボールテクニックを植え付けてくださいこれ清和であっても日の元であってもどこであってもここまでできる子いないですこいつですかいやいや、うん、このクラスのボールキープできるの、うん、すぐ出るからまたはい次誰、はい、次11チャレンジ11はい11はい千秋は待ってよおいほら3人頑張れよ頑張れ3人頑張れちょっと本気だめよおめろ本気だよ本気よーいいけえっ1 2 3何本 ?20 いかなかったでもいないよ。まあ。大丈夫はい、次、チャレンジ。9番。はい、ゲイ。怖いぞじゃあ、あれの交代してるじゃん。ゆうと、交代。ゆうと、ちょっと交代。よーい。ほら、出たちょっと日本のサッカーこういうことができないのね対人動作があんまり練習しないの、ね、何にもね、カラーコンパクト回ったりなんとかしたりそれだけやってるのねところがゲームだと相手が出てくるからそういうものができなくなるのではい、行こう、誰はい、10番で10番10番よーよー行こう1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
これで気をつけてほしいのは、聖火の、聖火の連中すぐ行って練習に取り入れたら、映像を見たら下から見る、こう下から見る、下から見るダメっていうこと。じゃ、もう一回別なことを教えます。ちょっと後で。下から見ちゃダメ。ダメ。だから体をしっかり押さえて次のステップに入る。それを教えます。ちょっと後でこう言ってしまうと、立て直して1、2になったらその間パンと来られるでしょ。あれ。だから通ってすぐ次の動かせる。小畑さんが言ったんですか。コーナーで時間稼ぎしてる JD が、あんなのちょちょいのちょいで俺はボール取れちゃう。だからさっきの基本と同じで、ボールがあっち側剣道と同じで、ここで押し合いしたら絶対そのここのことをここでやったら、押し合いしたら同じ力でダメなんだけど、これすっかり脱力してここを押す感じでトンってやると太るんです。分かる。それとせっかく来たらちょっと集まって、面白いこと先生、相手マークする場合、俺80ね、ちょっと後ろ向いて、こっち側逆、こっち側向いて、ここんとこ、さっきはこういうことでやったけど、俺自身は俺空手で東北チャンピオンまでになったもんね。全国行った時プロになれなかった。その空手で勉強したこと、この間裏と春馬富士が裏勝ったんですよ、はい、やってこうやった時、裏がここにこう持ってきて、これを持っていったのか、ここをちょっと押さえれば後ろ向けない。これを体を押し切ればいい。体力いらねえから、ずっと力ある人をここに入れて、そうすると絶対外れないから、そうこの肘をこのまま押していけばいい。だからディフェンスは特にここのこうやっておけばいい。こうやってこうやって肘を押す、そうファールになんねえから、こうやってこうやっていったらすぐ振り向かれるんだから、これを押さえれば絶対あげて、そうこのままかロックしてきた。ねえだから酔っ払い、激しい、あんなのお父さんなの言うこと聞かないで、はい、お父さん言うやん、何やったり、ここを押さえれば後ろ振り向けねえの、そうで力ある人はここでちょっと押さえて、ここをロックするの、そうそうそれで膝をこうやってみよう、かけてみるし、ほんで向きになってこうやったとき、足かけておいて外せばひっくり返ってくるし、でしょ。お母さん、じゃあ逆にフォワードの場合はどうしてる。フォワードの場合はこっからこうなってきてて、ディフェンスで、そうここを押さえてここをひっくり返すのよ。それでも負けたら肘でやれば、肘でこう、そうあのね、こういう聞いてほしい。みんな分かるから、こうやるあるんだけど、ゲームやるとさ、こういうのやればやるほど、本当はくるって回ればいいって、絶対回んねえから、やってる。この練習試合の時、相手は絶対、バーッと薄首やるから、締めたままよ。こうやれば簡単なのに、絶対やんねえんだ、なんか人間って不思議なの。これで力で勝とうとする。じゃあポイントを抑えてないで力でやろうとしてる。そうだからディフェンスは遊ぶのかって言ったら、はい、そうするとだからその瞬間足掛けで、はい、やめたとドーンと切れる。そう、これでしょ。ちょうどここの肘の上あたり、この部分を押す。そういうところに出ると、はい、わかんないと、こういう状態です。間に体入れなさいと、そうそう、ちょっと飛ばさるの。でおばさん考えたのは、一番考えたのは、これ体入れんじゃないか、逃げるんじゃないか、相手が足出してきた時にこうペッと押さえて骨折してしまう。
それこそやばいなと思うから、逆に相手が足出した瞬間ここに来るんだよ、ここに。で、ただしこうなってダメ、まっすぐ、これ秘密のレッスン、今日アミステイから特別サービス、こっから先生、後輩に、いわゆる空手の牙立ち、これ不満に乗ってるって、そうそうそう、そんで、はい、いやいや、かっこいい。だから今の、これから入るんだね、今やって。そう、これで、木で、これで、この、ここのとこ、コッと。あ、ごめんごめん。静かにやったつもりなんだけど。これで、キュッと入る。それ、ただし体はまっすぐです。そうそうそう、いいよ。おそう。だからボールは時にここに組んでなく、相手が近くにカウント入って落ちましたね。はい、それをやるための先生、一個一個またありする一個せーの、これがまっすぐ、こういうことが一番最初に戻りつくのが古武術のこれにつながるし、これにつながるし、で人間の体のもっと使いこなせってことが一番大事なのもん。で今日は男たるからは何が質問？質問ない。こうすると。踏むようにそうそうそう、馬に乗ってるんだ、騎馬立ち、空手の騎馬立ちっていうのは馬に枕を落ちないように騎馬、馬に乗ってこうやってやってるの。はい、いいよ。これこうやってやって、こっち向かれたらどうするの？あれね、往々にしてね、向かれたら向かれてしょうがない。今までの経験上、だからさっきも言ったじゃないですか、こういう向き方するやつ絶対いねえ。みんなここで頑張るの、押されるから負けたくないと決めて、うん、負けたくないからギリギリこうやるの。ところがほら、はい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 と、俺80だよ。え？前ちょっと、昔こうやってボールこっち来てこっち前も向かれたら簡単だな。え、向かれたことない。エグザイルフォーメーションやりました、コーナーキックで。それ点数入ったんです。ね、こっからコーナーキックやった時、あっちから入ってくれるやつはみんな蹴り向けて蹴るキッカーに。で、一人一人、こう、チューチュー取れるの。で、5人目、走った時、こう押した時上げたのさ。それバチーンと入って、そのセレッソでやって勝ったの。すごいです。それはね、子供だけが考えたの。こうやって。はい、りょう、ほら、りょう、これ大丈夫、これで。おい、俺負けたんだよな、こっち来い。白黒だよ、多分、勝ちますよ。靴飛ばし負けたんだから。